こんにちは、中地です。マインクラフト実況続きやっていきたいと思います。失敗しましたいきなり何があって話なんですが、またちょっと録画を失敗しました。ちょっとね、撮ってたんですけど、まあ完全に僕のミスなパターンの録画のミスなんで、まあ大丈夫でしょう。ここにね、もう建物若干建て始めてしまっているというだけなんで、そんなに痛くはないんですが、できちゃってます。すいません。それでですね、何をしていたか、何を喋っていたかっていうのを思い出しながらまたやらなきゃいけないんですけど、ここのね、直線の道がちょっと寂しいので、ここね、空間開けてる割にはまだ何も建てていないので、ちょっとずつ桃を建てていこうかなと思いますって言ってました。で、ここはね、ちょっとパン屋さんの気分で作ったんですけど、どうでしょうか。パン屋さんの気分で建て始めた建物で、いろいろ喋りながら建ててたんですけど、残念、音声はなくなってしまった。はい、それではやっていきたいと思います。それで屋根をね、次はつけて終わりますって言って終わったんですけど、屋根をね、明るい色で作ったらいいんじゃないかなって言いながら作っていました。いきなりですが、もう作り始めます。よいしょ。どうしようかな、どうしようかな。どうしようかな。屋根っていうよりはこう行くか、こう行くかで悩んでますが、まあ多分こっちでしょう。どっちかって言ったらこう。とりあえずハーフ、階段も用意しておきますか。ここでね、あー、階段ですね、これは。で、今までの動画でブロックを置く音が少し小さかったかなと思うんですけど、この心地いいじゃないですか、ブロックを置く音って。なので、なるべく聞こえるようにね、音は出していこうかなと思います。これをさ、ここまで引っ張っちゃったらさ、ここまで引っ張っちゃうとちょっと重ったるくない？って感じがしちゃうんですけど、どうでしょう。ちょっと重いよね。難しいな。ここだけで一回ふわってしてみますか。そしたら超雑よし、やっていきます。何の話してたかな、思い出せないな。そうだ、録画がね、マインクラフトの録画というか PC ゲームの録画が全然できなくなったという話をしましたが、その録画をする前にね、いろいろPC ゲーム溜め込んでるんですよね。やりたいゲームがたくさんあって、紹介したいものがたくさん、わお、あるんですが、それを撮れていないので、どんどん撮っていきたいんですけどね。どうしようかな。反対側からもちょっと、ここは角落とさなくていいパターンので行こうかな。こうこう、トントントン、トン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 、ここで水準か。
って上がって、ここで押さえよう。こんな感じでいいかな。うん。でとりあえずここまでを目安に作ってみよう。それでですね、いろいろ買ってます。ゲーム一つ一つお話ししていきたいんですが、一個の動画に詰め込むとだんだん話すことがなくなっちゃうので少しずつ話しますが、マインクラフトのねビータ版も買ったっていう話もしたいんですけどね、最近僕のチャンネルの方でも上がっていますが、コールオブデューティーシリーズの新作が先日発売になりました。コールオブデューティーアドバンスドウォーフェアというゲームが出ました。ちょっとねそのためにこのわけわかんない塀を立てたんですが、ちょっとね1分ないぐらいなんでちょっとお付き合いいただけますか。オープニングとあるその COD のオープニングの冒頭をね、1分ないぐらいなのでちょっとねすごく綺麗なかっこいいオープニングなので、それだけぜひちょっと紹介したいので、お付き合いくださいませ。We come into this world with our eyes closed. And most of us choose to live our whole lives that way. We blindly follow anyone who will lead us, giving ourselves over to anything that provides us with a sense of purpose. For me, it was the Marines. I had enlisted 6 months ago with my best friend, Will. Now we were a half world away, being deployed into South Korea.We were brothers in arms. No matter how bad it got, I could always count on him to keep me in line. Cheer up, Mitchell. It can't be all that bad. I guess it's just finally starting to sink in. And this is what we signed up for. はい、いかがでしたでしょうか。かっこいいっすよね。いや、ないない、もうどん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 、もうそもそもが綺麗だと思ってたんですけどね。ほんとどん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 綺麗になっていって、出るたんびに驚かされる感じはしますが、もう顔なんてね普通にキャプチャーしてるんですかね。あの感じはそうじゃなきゃあんな表情出ないですよね。ここがへこんでるのは一応カウンターで、外売り用のねカウンターがある体でいます。はい、ここまで弾けました。そのままこう引き伸ばしてもいい気はするね。よいしょ。変に細工をするよりはいいのかな。あんまりね普段屋根をつけたがらないのですいませんね、鼻がちょっとごめんなさいね。建築したいのでピースフルでいきます。申し訳ない。普段ね屋根で悩みたくないので、ああやってね四角の積み重ねで物を建てる方が好きなんですけど、ちょっとね屋根をつけられる男になりたいのでなんだそれ。どうしようかな。よいしょ。そうで、そのアドバンスドウォーフェアすごく楽しく遊んでおります。やっぱりね COD シリーズ買わざるを得ないというか、やっぱり買ってしまう悔しさとりあえず出たし買うかみたいな、ちょっともうまんまとその誘惑に乗ってしまってますが、いやでもなんだかんだ面白い。今作はねすごく雰囲気が変わって、これがまたね
結構いいんですよね。どうしようかな。こっちに引いたらどうだろう。よいしょ。これで変わんねえな。この置き方していったらただの屋根だな。何も変わらんけど。いいか、ちょっと一回やってみましょう。やってみなきゃ。ああバカ、わからない。ここでもう降りてくる感じにしておいてだな。もうここまでかな。で、横はここだけ、あ、手前は出しておきます。こうなるからここが違うと。オッケーオッケー。どうだろう。で、ここを塞いじゃえばいいんだよね。まあなんか許される。いや、だったらもうなんかここを引っ張ってきた方がいい気がしてきたな。結局屋根っぽくした方がいいのかな。違うね。無機質にね、ここへこんでるだけでもいい気はするんですけど。こんな感じかな。もっと削るか。あとはこの、多分境目でしょうね。境目がこう、ちょっと色が分かれると変に見えてしまうのかなーっていう感じはしますけど、こういうのとか置いたらどうなんだろう。ああ、まとまりは良くなるけど、そうすると角が難しいもんね。角の表現が。なんかこうね、多分立体でないからなんでしょうね。平面で色が変わっていってるからあんまり綺麗に見えないんだと思います。えい、あー、もうそこじゃないんだ。今です。多分ここでやってた方が
違うね。どうすればいいんだ。分厚い方がなんかまだ屋根っぽい。そう、ここ削って。えい。そうか、でもそこに乗っけるとってやつか。ここはしょうがないとして。やっぱり多くの方が、屋根は屋根、壁面は壁面で分別した方がいいですね、きっと。絶対こっちの方がいいよね。ただこうハーフで置いてる分、こう置けないんですよね。そのここにハーフが入ってると、違うね、ここにハーフが入ってると、ここに別な材質のハーフが置けないっていうあれがあるので、そしたらもうそこはごまかしちゃいいか。ちょっとモダンなやモダンな屋根ですけどって、ちょっと食い気味にね、モダンな屋根ですけど何か。いいね。今回のテーマはモダンな屋根ですけど何かみたいな感じにしますか。そしてここもね、そこ壊れちゃうか。普通のオークに変えた方が、この辺は変えられないので、ジャンプジャンプジャンプ、これで上が、よいしょ。久々になんかゆっくりしたマインクラフトですね。しかもアドバンスドウォーフェアの話だけして、あと何もしてない感じがいいね。開けとくってのもありかな。埋めちゃう？埋めて階段置いて角削って、ここでも角削る、ここもつけちゃうか。こっちの方がまだ絶対いいね。ちょっと今回一つ勉強になった、壁と屋根の色は分けた方がいい。だ、向こうに建てたね、白釜の家も多分変なのはそこなんでしょうね。なんか見てたらだんだんかっこよく見えてきたよ、ここの屋根も。ここは埋めた方がいいのかな。ここの影が気になるな。ハーフにしよう。ぐるっと見て、オッケーオッケー、オークいいんじゃないかな、こんなんで。これ気になるね。モダンですけど何かの。さらにここもね、なんかちょっと変じゃねって思わせる作戦。いやー、どうしよう。そうか、階段を使えばいいのか、屋根に。そうすれば絶対ここが収まるから、
ハーフが見えることって絶対ないんだよね。うん。オッケーオッケー、でもいい感じで、この辺にあの適当にね、これ適当ですけど、ちょっとイコエル、ここで買った飯食えるよみたいな。ただね、ここ牛小屋が近いんで、ちょっと早く牛はここは終わってあっちに移りたいんですよね。だからここを全滅させて、ここを何かにまた変えたいんですよね。なのでちょっとまたおい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 やっていきたいと思います。はい、それでは今回はこの辺にしておこうかな。あとは次回内装をして、とりあえず一軒、なんかちょっと違うな、なんかちょっと違うな、嫌だな。はい、まあいいでしょう立ててとりあえずね、質より量ですよ。適当にブーを立てて、この家ちょっと違うっつって、またマインクラフトはね、また立て直せるんだから、そうやってやってきゃいいよね。はい、そんなところでしょうか。よいしょ。はい、そしたら今回はこの辺で失礼したいと。ちょっと待ってね。はい、今回はこの辺で失礼したいと思います。次回内装をちょっとやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。